回今日できる役じゃないですか。ね、なんでだろうね。そういうイメージなんですかね。ねえ、さんね、私全然そうじゃないと思うんですけど。いや、そうとは言ってないですけど。ね、全然そうじゃない。まあ、かなりね、うん、あのほんわかした感じですもんね。普段ね。で、やっぱり周りを和ませる感じのタイプじゃないですか。そうですか。皆さんはね。いや、ね、はい、それそして西島さんは普段はそうね、もっとこうシャキッとっていうか、あの、なんてしてます。シャキッとしてますよね。俳優の西島秀俊さんと石田ゆり子さんが互いの人柄を明かし合ったのは、2人が初めての役柄に挑んだ撮影現場でのインタビュー。今回2人にとって初めての挑戦となったその役柄とは。カメラ回してください。お願いします。よーい、スタート。ちょうどメールしますね。はい。西島くん、あれ、ゆりちゃん戻ってきてたの。そうなの、年明けから。ああ、おかえりなさい。何年行ってた。2年半。今は本社。そう、元さや。ああ、旦那さんお元気。うん、元気、うん、まあ元旦那になったけど。あ、ごめん。あ、いいの、もうめっちゃ自由。あ、じゃあまた連絡するね。うん、あ、落ち着いたら飯でも。うん、またね。今回西島秀俊さんと石田ゆり子さんが挑んだ役柄は、会社の仲の良い同期社員。これまで恋人や夫婦役で恋愛感情が伴う男女を演じてきた2人にとっては初めての役柄です。西島くん、お昼食べた。あ、まだ。食べよう、話そう。ドラマ仕立てで同期社員が久しぶりに再会を楽しむシーンの撮影が行われたのは、マクドナルドの新 CM ヒルマックの再会編、その制作現場です。お疲れ様でした。ありがとうございます。完成した CM がこちらです。西島くん、ゆりちゃん、あれ、戻ってきてたの。そうなの、年明けから。何年行ってた。2年半。今は本社。そう、元さや。旦那さんお元気。うん、元気、元旦那になったけど。あ、ごめん。いいの、もうめっちゃ自由。じゃあまたね。落ち着いたらあの飯でも。うん、うん、西島くん、お昼食べた。あ、まだ。食べよう。うん、お昼はマック、昼マックプラス100円で LL セット。どうでした。新鮮でしたよね。そうですね。はい、なんか今まで数多くほとんど夫婦とか。そうですね、夫婦がほとんど。夫婦がほとんどですよね。まあ、結婚してなくてもまあ思い合ってる役が多かったので、だいたいうまくいかない夫婦みたいな役だったので、はい、初めてその友達っていうか、そうですね、恋愛感情がない関係っていうのは初めてですね。同期とかね、はい、新鮮でしたね。新鮮、楽しかったですね。はい、石島くんって呼んだことないから、すごいびっくりな感じです。ゆりちゃんって呼んだことないからね、ちょっとなんか恥ずかしいですよね。うん、そうですね。まあ、でもなんか本来のその2人の関係、まあね、ほぼ同期って俺言っていいのか分からないけど、まあ年齢近いところでこう、そういうところがあるので、そうですね、まあ、本来に近いね、そういう感じでしたね。はい、はい、CM での2人の役柄にちなみ、同期の社員だったらどんなビジネスパートナーになったか聞いてみました。今回今日できる役じゃないですか。ね、なんでだろうね。そういうイメージなんですかね。ねえ、そうね、私全然そうじゃないと思うんですけど。そうとは言ってないですけど。ね、全然そうじゃない。まあ、かなりね、うん、あのほんわかした感じですもんね。普段ね。で、やっぱり周りを和ませる感じのタイプじゃないですか。そうですか。皆さんはね。いや、ね、はい、それそして西島さんは普段はそうね、もっとこうシャキッとっていうか、あの、なんてます。シャキッとしてますよね。で、最近ほらドラマでもそうだけど、ちょっとこうさ、天才的だけどちょっと抜けてるみたいな。まあ、できないキャラが多いじゃないですか。まあ、これも今回もそうですもんね。そう、今やってる、ね、今ちょうど撮影してるのもそうなんですけど、はい、なんでだろう。でも天才だから。
今も同じ会社に働いてるようなものじゃないですか。いやそんなことはない。いやそうじゃない、芸能、まあ、芸能界というさ、それ広いですね、随分大きな会社ですね。まあそう広い意味で考えると、はい、まあお互い割とマイペースで、なんでしょうね、自分の世界をお互いに追求する感じしますけど。そうですかね。そんなことない？そうありたいですよね。はい。そうありたいです。はい。はい、西島秀俊さんと石田ゆり子さんが会社の同期社員を熱演。ビジネスパートナーとして見た時の互いの人柄を明かし合う。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。